すいません、ちょっと鼻血が出てきちゃった。ので、ちょっと鼻詰めながらやりますけどね。花粉症今年意外とまだ大丈夫なんだけどな。ちょっと鼻血が、急に出てきちゃった。ってことで、そんな感じが8月でした。で、9月になると、ちょっと普段と様相が変わります。ここが一つの転換点でありましたね。9月のになってくるとどうなるかというと、20本動画投稿で、再生数が2400ってことで、2000オーバーになると、ここからアベレージよく、2000オーバーのアベレージを稼ぐようになります。再生時間もね、100超えが、結構コンスタント、100超え、100超え、ここだけ超えてないけど、100超え、100超えってことで、良くなってくる傾向があって、9月からちょっと、増加傾向がポンと目に見えて出てくるようになります。で、何があったのかっていうと、9月、動画トップ3としてはこんな感じで、どこでもドアキップの紹介した動画、これが速報的な動画で、ね、出したのが、やっぱし、すぐに、人気になって、これがトップに入ってるんですけど、2位の、重要なこれですね、静岡の駅間散歩の動画も100再生以上増えてるんですよね。これが、この Google を支えていく、布石になってきます。ってことですね。で、3位に簡易書き留める動画ということで、初めて簡易書き留める動画が、まあ、ケラさんの時にね、一回下がりましたけど、ずっとね、王者を、の国に君臨してた動画が、実はここで、初めて、ちょっと、下がりを見せるって形だったりするんですよね。この9月何投稿してたっけな。あ、喋りにくい。はあ、血が出てきてますからね。痛くはないけど。で、上げてた動画としては、あれか、衣笠製麺のうどんの紹介とか、で、養老鉄道のシリーズをわーっと上げてきますけど、そんなに伸びてないんだよな、ここら辺の動画は。でも、130超えてんだ。全然気づいてなかった。ずー、そこがさー、こう入ってたんだ。100超えてきてた。この辺りとかも、やっぱ、うちの傾向ではあるのかもしれないですね。全体的な。和室の動画じゃ伸びてる？これ伸びてねえの？あ、伸びてるわ。あ、なんか、ここから伸びてる。そう、1年260日、約2年後、1年半後、過ぎたあたりから、ね、急にグイッて伸び始める。これも、うちのところらしいな。和室の動画ね。で、あとは、奈良に行く動画ね。先にね、あれのやつは上げてましたけど。で、スマックソーダとか、自分、ご当地ネタとかも上げながらって感じでしたね。で、YouTube の、あ、これ、時事ネタか、料金不足の、技能不足の、ところとかが、ちょっと話題なかったり、それに、ちょっと、話題を出して、撮りましたよってやつ。これ伸びたんだね。そうだね。476ですもんね。やっぱ、で、やっぱこの辺りのやつ気になって調べてくれる人が結構見てくれる感じになってますよね。詳細は出てこないけどね。トップ3が、ですから、YouTube 系の動画か、なんか上位から、このね、見慣れたサムネイルがちょっと消えつつある。これは、新しい動画を上げたっていうのもあります。まだ切り替え後の動画がここでは、上位に食い込んできてないですけど、そっちの方にね、切り替えていくようにシステムも、動画とかでも注意書きとかしてね、やってる感じでしたんで。で、他のところの時事ネタとかでも、やっぱ5月とか、3月とかに上げたやつが急にこんな感じで入ってきたりするっていうのも、まあ、うちらしいなっていうところですね。で、この静岡のやつが、ここでちょっとダークホース的にいるなっていうのが見えてきますよね。っていう感じかな。で、あとは、奈良の、やつ、シリーズが上がってますね。天理から奈良市にかけてをね、行ったり来たりして、ブラブラブラってする、周遊してたよって感じの動画でしたね。大山神社中心にって感じでしたけど。それが別に上位には食い込んできてないっていうのが、一つまたうちらしいなってところですけど。で、いうのがあります。で、10月にやったら、どこでもドアキップなんていうのは、多分374円だけど、そこから伸びてないはずですからね。どこにある、どこでもドア。あ、これだ。こういうふうに、時事ネタを扱うと、こういうグラフになるんですよ。まあ、それでもちょっと、期間としてはね、2ヶ月ぐらいね、その期間見て、わーっと上がってますけど、まあ、こういうふうになりますね。何時間やってるの？ 2 時間喋ってる。これ、
さすがに2020年で一回切るか こんな感じで、今月の最新情報まで。あ、これ2023年の2月のデータを見るための布石なだけですからね。はい。本題にたどり着くまでに何時間かかんねえよ。2時間も喋ってんじゃんよ。わあ。ああ。でも仕方ない。これはもうやらないと。データ作っちゃったからね。やっぱ、こうやって見始めたらね、喋り止まらないからね。だから、喋り尽くさないといけませんからね。収録は切よう。これのためにね、後半、ちゃちゃっと説明するのもね、あれですからね。もう、がっつりやりましょう。がっつりやる。で、10分ごとに切って、もういい。これだけで30分ぐらいの動画になっても仕方ない。もう、BGM とか入れずにやったら、もう、1日に4本投稿とかできるの。不思議で。で、あとは、まあ、これなりに行ってきたら、灘観光のね、動画とかは、あとあげてます。この辺りとかも、この辺りとかが再生入んじゃないんだよね。ねえ、再生入らないんだよね。結構いいところなんだけど、落語とか、入らないね。っていう感じですね。っていう感じで、入ってきてるんですけど、ここでついに、静岡の駅間散歩が、400再生でトップに入ります。で、どこでもドアキープってなんですけど、まあ、ここから、もうチャット見てもらったらわかりますけど、王座が交代して、YouTube がね、ちょうど、新しい動画に置き換わっていくよっていうタイミングでもあったとはいえ、静岡のやつが、ここからしばらく、王者君臨という形になりますね。YouTube の会員書き留め時代から、YouTube、時代から、ここで、一つ、駅間散歩時代、静岡時代に入っていくっていう感じですね。で、これも、ここでちょっと静岡の動画見てみるか。こんな感じで静岡のやつが、次が10月のデータをまだ見てなかった。10月に入ると、こんな感じで、投稿数はそんなに、増えてない。で、だから再生数はやっぱそこがとか増えてて、再生時間も増えてきてると。で、登録者が10って結構増えてるんです。これ、静岡の駅前散歩で結構これ増えたのが多かったと思います。実際データ見てみると、これで静岡で、10月のデータね、投稿してる動画としては、ここはそんな後伸びしてる動画はそんなないと思うんだけどな。奈良の旅行行ってきた動画とかがずっといて、これだけちょっと伸びてたはずかな。そう、西日本1位ってことだよね。それで、わーっとちょっと伸びてますねって感じですよね。惜しかったっすよね、これ。南山城村ですね、京都の、やつとかで、あと、歯抜けたとかって、やつとか、あとは、しはったやつ、これ何だったっけ？何の企画だったっけ？あ、あれか。名古屋市営地下鉄ターミナル駅完全制覇のためか。やってたけど、これなんかそんなに伸びてないんですよね。高畑とかも。確か生産たる。あ、いや、伸びてた。667。ごめん、嘘言ったわ。あれ？すごいね。真横だね。ほぼ一直線じゃん。すごいね。後伸びしてたんだ。登録者も。あ、最近増えてるわ。2年と138日経ってから登録者増えるってことあるんだ。すごいね。そういう感じでね。まあ、全然気づいてなかった。どこかでぐいって伸びてると、おお、伸びてんじゃんって気づくんだけどね。こういうふうにしてね、本当にね、地味に登ってきてるとね、気づかねえんだよな。いつ伸びてたのって、あれって。いいのがありますけどね。伸びてんだね。なんだろうな。どっかでグイってなっててね、例えばこの辺りとかでグイってなってたらね、あ、そっか、東海オンエアで高畑の駅、としみつさんがいたよとかっていうのがあったんで、そことかで伸びてるとね、ああ、そこから、ここなんかの辺りか？もうちょっと後か、動画、原付できるとこも行くっていうところだから、1年以内だもんな。この辺りだよな。それこそこれ、いつ？ 2 月？ああ、じゃあ、もっと前だ。だから関係ないや。こっそり伸びてますからね。上位にも入ってきてたことなかったか、全然気づいてなかったわ。とかなかったりします。この辺りとかもね、トップ3見てみるとね、どこでもドアキープのやつがまた入ってきておって、で、静岡がついに1位に返り、君臨すると。で、これが、今後引っ張っていく動画になります。
もうこんな感じで。ずーっとこれもコンスタントに入って。で、これもなんかここら辺とか伸びが落ちてるのは落ちてるんですけど、とはいえ、言うて200再生とか入ってますからね、実はうちの動画としては非常に大きい増え方してます。何よりとチャンネル登録者数をここの動画で19増やしてくれてるっていうのはすごくありがたいですよね。こんな感じでグイーッと伸びてきてるっていう、コンスタントに増やしてくれてるっていうのが本当に、この動画のありがたいところです。で、散歩系の動画の再生につながってるんで、再生時間もね、こんな感じでグイーッと伸びてくれてるっていうのが、で、それ今後このコンスタントの伸びで1位にずーっと君臨し続けるっていう感じになるので、これはロングラン動画になってますねっていう感じですね。いうのがあります。これは、新静岡駅、静鉄から JR のところの、繁華街のところに入ってる動画で、やっぱ駅前とかそういったところの方が需要あるのかな？あんまり、取りにくいんでね。なかなか都心部は、うちはあんまり撮ることないんですけど、やっぱそのあたりの動画が伸びた。静岡、やっぱ伸びるなってことで、初めのね、地元が東静岡だっけ？とかっていうのもあるのかなというところですね。っていうのがあって、まあ、地味にそれね、陥落はしてくるんですけど、このあたりとかで、見てて。で、これは面白いのは、トップ3以外のところ見ると、ちょっと面白くて。11月に、2019年11月焼けとった広島旅行とか、実は100再生オーバーまで、またグイッと来ておったりとか、これなんかが後伸びで来てたんだっけ？こんな感じでね、グイッと来てる時期があったりとかして。で、ここで、こっそり、トップ10に、新しい YouTube の方のね、ひらがなの YouTube のやつがここら辺に潜んできてます。これがまた、この後、伏線回収になってきますって感じですね。って感じで、この時期はちょっと新しいやつと古い YouTube の方のやつが、ちょっと入り混じる形になってくるなっていう感じですね。10月。こんな感じですと。で、ここから、まあ、静岡市時代に入っていくっていう形で、入ってくるんですけど、11月は11月、ちょっとなんか面白いデータではあるんですよね。